んばんは。私たちせーの欅坂46です、さてさて、ショールームをご覧の皆さん、ここがどこか分かりますか？分かりますか？もうコメント来てるのかな？はい、来てます。ハロー、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ここは明日から天気王国2019が開催される富士急ハイランドコニファーフォレストなんです。イエーイ。ここはちょうどもう舞台裏で、ね、はい、ね、もうすぐさ階段登ったステージなんですよ。すごい、はい、すごいところで先ほどまでリハーサルしてたんですよ、うんうん、はい、もうだからホヤホヤの状態でちょっと遠心組んだしね、ここで、うん、そうだね、はい、去年そんな場所なんですけど、うん、今日は欅共和国2019直前スペシャルということで、明日からの欅共和国2019がもっともっと楽しくなるようにプチ情報などをお届けしていきたいと思います。はい、遅くなりましたが、このショールームを一緒に届けてくれるメンバーを紹介したいと思います。じゃあ小関から自己紹介お願いします。はい、小関梨花です。よろしくお願いします。イエーイ。2期生の松田里奈です。よろしくお願いします。イエーイ。生の田村穂乃です。よろしくお願いします。イエーイ。そして私菅井優香の4人でお届けしたいと思います。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあここで、ね、あ、もう1万すごいすごいすごい、早いの。もう1万9000。あ、すごい、すごいすごい、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 コメントを書き込んだりして私たちとコミュニケーションを取りながら番組に参加することができます。コメントやアイテムを投げるには無料のアカウント登録が必要なので、まだの人はよろしくお願いします。お願いします。そして次は画面下にあるツイッターマークをクリックすると、この番組をツイッター上で拡散できるので、ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてさっきまで私たちもリハーサルをしてたんですけど、うん、みんな今年の企画はどんな感じ？いや、もう大まかに言うと、もうズブレ。そうだね。もうなんかリハーサルやりつつも、うん、もう下にいらっしゃるスタッフさんとかもびしょびしょだったんですよ。すごい楽しんでた。ね、でも一生の二人はね、今年が初めてだけど、はい、やってみてどう？うん、まだお客さんが入ってっていう想像があまりできなくてなんですけど、リハーサルをやっててなんかメンバーがメンバーを濡らしたりなんか濡れてしまったりして、なんかところどころなんかイヤーとかワーとか聞こえてきて、すごい聞こえてきて、ワーワー言ってたのが楽しいなって思います。本当楽しい。まつりちゃんは？なんかちょっと不安もあったんですけど、そうよね、なんかもうすごく広くて、でしかもなんか移動も結構皆さんのとこに行けたりだとか、でもその水とか使うのが初めてなので、でもなんか自分も全力で楽しめたらいいなと思って。そうだね、もう何もかも忘れて全力でね、はい、楽しんで、まあ、今年もねびしょびしょということだけど、うん、明日雨とか降っちゃうかもしれない。ちょっと今日もね若干もし雨降っちゃっても皆さん平気ですか？平気ですか？平気です。平気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 
年も恒例の欅共和国の5か条をちょっとここでおさらいしようかなと思います。はい、お願いします。じゃあまつりちゃん、はい、欅共和国の5か条を教えてください。はいはい、それではいきます。はいその1、はい、欅坂46が大好きであること。イエーイイエーイ、これもちろん大好き。その2、暑さ対策、水分補給を忘れずに。そうですね、お水持ってきてね。水その3、びしょ濡れになっても笑顔で。その4、喧嘩をしないで仲良く。その5、思いっきり共和国を楽しむこと。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、お、3万人
DVD も販売しているんですが、そこで今年も抽選会があります。欅坂46のこれまでの CD や DVD をお買い上げいただくと、抽選で私たちのサイン入り T シャツやタオルが当たるので、ぜひこちらも参加してほしいです。すごい。さっき書いてたの。書いた。抽選で外れちゃった人も、うん、なんとこのラケッチタグかわいい、もらえます。これめっちゃかわいい、これさ、あれだよね、裏にさ日付とかあと座席とかね書くものが、すごい思い出になる ねぜひぜひ、なんか結構作りしっかりしてるね、ちゃんとことしてるよね、折れないでしょうね、これ絶対キャリーケースとかにつけるそうじゃない、かわいい、すごいね、これなんかシンプルなやつなんですけど、腕のところに、そう、なんか普段でも着れる、結構なんか腕が結構長めなやつになってます。これ電車乗れるよ、乗れると思います。あとなんかバッグ、え、それ欲しい、ポシェットって言うんですかね、めっちゃ可愛い、サイズがすごい良くない、ちょっとだけ外でお買い物行きたいですね、なんか私がなんか違うんですけど、けどすごくめっちゃ使えるかなって思います。ゆっかのさ T シャツってさ、お揃い、あ、お揃いかな、あ、違う、違う、違う、あ、本当だ、ちょっと内容ちょっと違うね、これはあの白なんですけど下に柄があります。かわいい、ね、かわいい、ちょっとおしゃれ、普段使いできる感じ、そうだね、うん、かわいい。あとこ一押しこれです、かわいいバッグビニールテイクアウトバッグで、これすごいしっかりしてるし、これからの季節海行きたい時とかも、ね、すごいかわいいな、普通に学生の皆さんとか、うん、ね、入りそうじゃない、今日も使えそう。あとこのバスタオルすごい可愛くて、え、かわいい、ちょっと広げてみますね、色もすごい大きいし、収まりきれないくらい、すごい裏も可愛いです、あったかいし、これかぶったら濡れても大丈夫ぜひぜひお揃いにしましょう。しょ、そして
バスタオル欲しいって言ってくれてる人いる、うんうん、これ絶対いいね、なんかもし濡れちゃってもこれあれば、うん、そうだね、かぶれるし、ね、香りにもなりますね、うん、そうそう、あサイズを教えてくださいって言われます、あ T シャツのサイズ、私 M 着てます、タイシャツ、タイシャツだってT シャツのサイズは、うん、あ S、M、L、XL おです。結構で、いっぱいあるね。ビッグ T っていうのは、これはない、多分ワンサイズだけかな。私のがワンサイズです。これはもうワンサイズだけど、ワンサイズです。それ以外は S、M。ね、え、私たち M でちょうどいいくらいか、うん。なんかさ、他に気になるグッズある？でもさ、今回生写真がさ、アウトドア衣装があるのが、あ、そうだね、すごい、いいなって思って、本当に今着てるようなさ、こういうシャツとかね、なんかあんまりさ、なんか制服とか多いけど、こういうのにしようがレアだよね、レアレアレアあ、そしてあの、共和国ならではの限定フードもあるんですよ、そうだよ、あります、すごい、おすすめ紹介してくれる、いっぱいあります。トレーニングがね。そうなのよ。ちょっとね。これお肉が乗ってる毛焼肉丼。そしてタピオカケーキタピオカフラッペ。そして危なっかしい計画。これいやなんだ唐揚げ？そう唐揚げ唐揚げ。そしてアンビバレンレモネード。アンビバレンレモネード。私はあの黄色と紫なので、
かわいい。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 私はね、黄色と白。いいね。そう、白と白なんだけど、結構わかりやすい。逆に、季節何色がいいとかある？私、水色が好きなんで、水色か青。え、本当でしょ？楽しんで素敵な夏の思い出を作りましょう。皆さんのご来園をお待ちしてます。待ちしてます。せーの、バイバイ。